井です。小林弘之です。セブラインマース。ブラジャー山下です。お願いします。お願いします。セブラインマースが来たところで、さあ今回も動画のコメントにお返事しながら投稿してまいりましょう。はい。はい。前回はですね、初心者にも安心、解説モリモリバージョン、しんくん。はい、上げてもらったと思います、うん、なんかあやふやなタイトルでしたが、そんな感じだったわけですね、はい、そして僕の私が見たかった今日僕の誕生日なので、はい、そのコメントも来ていると思います。ちょっとよくわかんないです、ね、じゃあそれでいきましょうか。はい、マクロスデータ第11話についた感想でございます。袋のガサガサがすごいな、はい、バーニーバーニ ー, ー, ニーメッサー松井さん、はい、メッサーのことを思うと悲しすぎてクラゲ丸飲みするのやめます。丸飲みしてたんかいしてたのかもしれない。山下さんの解説毎度参考になります。ジクールの解説も欠かさず見たいです。今回のヨタ話面白かったです。ヨタ話はやりすぎました。何の話だっけ。何だっけですね。11話は何の1週間に記憶消えてると思うな。そうそうそう、何も覚えてないんだよ。ヨタ話すげえした記憶はあるな。多分ね、11話のヨタ話はね、マクロスが変形すると中の人がみんな死んじゃうみたいなやつなんだよ。あれか。でも戦艦だしそんなことねえだろっていうね。大丈夫なんつってさすがに編集してて、シドニアは死にすぎって話で、編集しててさすがに最初みんな死んだ戦争から何十年も経ってんだから大丈夫だろうと思って、多分大丈夫だと思いますって書いておきました。なるほど。動画の上に。はい、続きましてカバネリ9話。お、嬉しいね。カバネリ切なかったです。バーニン、バーニン、お姉ちゃんまたやらかしてしまいましたね。純粋なんでしょうね、うん、滅び様の最後の表情を胸を締め付けられました。うん、クラッカーという表現、あれね、自決に楽しそうに、楽しそうにいくな。今週のガンジガメのポーズ、皆様可愛いです。最終回まであと少しでもう寂しいですけども、動画楽しみにしておりますと。うん、でもバッテリーも楽しみ。うん、バッテリー人気でそう、うん、まあ人気でるしな。夏だよ、球児だよ、うん、そうな、始まるよ、始まるよ、ね、はい、続きまして、しんくん、しんくん、とても詳しくて参考になりました。やったー。アイテープは二重の方がやると人によってはまぶたのお肉が少なすぎて入りにくかったりするので難しいですね。うん、また私も普段の目の線の上につくのでなかなか苦戦しております。うん、今度別のタイプのテープも夏様にお送りしたいと思いました。お送りしてくれるんですね。しかし夏様、はい、お目目クリクリハイパーかわいいです。やったー。しつこいですがメイクする前の姿から本当に好きです。下地塗らないのにコンシーラーだけで美しいお肌素敵です。髪の毛青だと眉毛青くしてなりますよね。私ですよ、あたす。もう眉毛の話に入ってるんでね、しんくんの、うん、でも、まあ、実際には眉毛だけ点々というか不思議な眉毛ですよねっていう、うん、はい、しんくんの眉毛がね、ペンだと多分抜けてるんだよ、ね、ね、線でシュッていう眉毛じゃないんだよ、ね、はい、あのあれですね、なんかモサ眉なのかな、わかんないです。あ、そう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 、毛感がある。そうなの、毛感があるの、じゃあ、あの時は大変でしたね。ねえ、あれみたいな、あのホワイトさんみたいな感じですね。はい、日に日にクオリティが上がっていく夏様のテクニックに脱帽です。何度でもこの動画を見ます。小林さん、山下さんの意見の皆様同じように考えていらっしゃると思うので、うん、初心者の方のメイクのお手本になりますね。うん、メッサー松井さん、あのボーっとすんなよ。寂しいです。小林さん、山下さんって言ってたから、あれ、優しすぎかよ。メッサー松井さん、寂しいです。なかなか失礼いたしました。ありがとう、ありがとうございます。はい、優しさ。うん、続きまして、はい、コウジ君、山下バージョン、おコメント失礼します。うん、どうぞ。ミクの間の時を見てたんですが、本当にイケメンになりますね。ヤマピーがかっこよく見えます。ありがとうございます。うん、更新お疲れ様です。これは太陽君ですね。おお、夏希姉さんの太陽君かっこよすぎます。見とれちゃいます。すごく似合ってますね。ありがとうございます。続きまして、しんちゃん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 、しんくん推しなので河合さんにやっていただけてハピナル、ハピナル。ツイッターで見た時から思っていましたが、しんくんこそとても似合って似ています、ね、そう、私がいない時のね、こそニコがね、すげえ出来よく見えるそうなんですよね。悔しい。タイヤとしんちゃんすげえよく見えるっていう、すげえ気に入ってないんだよね。そうなんだ、レオくんね、まあまあまあ、レオくんね、今見て、うん、まあ、ね、やっぱ背格好がちっちゃいのは似合うよね。あとね、態度がね、悪いんだよ、レオくん。全然押してるよ、ずっと足開いてんだよ、さっきから。俺らタイガなんだよ、それじゃん。そう、タイガしか見えないのよ。よっ、もっと詳しいんだよな、さっきから。新君コスにとても似ています。私も何回か新君コスをやっているのですが、赤目つり目、キリッと眉で毎回ちょっときつめの顔になってしまい、メイクに悩んでたので、この動画とてもありがたいです。次に新君ゴスするときは参考にさせていただきます。ありがてー。そしてウィッグの分け目の変え方がとてもお上手なので、そのぜひその講座を見てみたいです、うん、最後になりましたが、今回は松井さんいなくて寂しいです。あー、うん、ありがとうございます。分け目の変え方、分け目の変え方という話ですが、うん、この前ちょっと触れてましたからね、うん、まあ、ウィッグセットの動画は河合さんが頑張ってやってくれればやりましょう。そうですね。続きまして、新君、心のね、はい、あれが
ね、私のやりたいキャラも目元似てる感じなのでありがたいです。やった、メイクの詳細助かります。やった、うん、PS、 はい、松井さんがいないことで撮影の時と投稿反映された時の時空の歪みを実感します。本当に松井さんの存在は偉大ですねと。ありがとうございます。まあね、日本撮りしちゃいましたからね、すいません。続きまして、できました、ね、しんくん、はい、今回はとても解説が多くて嬉しいです。はい、アイテープについてなんですけども、はい、テープ手を引っ張らずに貼ると綺麗に入ると思います。うん、でもそれだと引っ張らないと肉がね、はい、引っ張れないんですよ。マフラーとかにつけてるからね。そうなんですわ、うん、ちょっとはテンションかけないとダメですね。そうなんです。確かに貼りやすさだけで言えばそんな引っ張らない方がね、そのグッて縮むので剥がれちゃう部分もあるからね、難しい。なんかでも緩めのテンションでつけといてうまくいかなかったら二重に貼るみたいなテクニックも最近見ましたね。どこにうまく貼れるか。どこいかに。確かにそこですね、問題は。ピンセット持ってるやつよ。ピンセット嫌い。逆に嫌だ、はい、これからも応援してます。ありがとう、頑張る。はい、続きましてしんくん、はい、いつも通りコメント失礼します。ありがとう。夏姉様の使っているダイソーさんの二重テープ、うん、オレンジのパッケンのやつを使い始めました、うん、やった、うん、とっても使いやすくてルンルン、うん、ルンルンです、うん、ルンピカ。うん、夏姉様の動画を見始めてからコスプレメイクで使う化粧品が夏姉様とほとんど同じものになってきています。アイライナーもコンシーラーも眉毛も二重テープも同じで、どんどん夏姉様に侵食されていく愛でしたと。やった、安く済んでいいね。みんなからいチルドレンができてるからどんどん、うん、そうですね、そういう意見は結構あばら、あばらのここを取ってやるぞ、かわいチルドレンの。かわいチルドレンだけにね。大人になってから取ってもしんどいだけなんで、ね、もちろんね。続きまして、アニアオトーク50人についた動画でコメントでございます、うん、こんばんは。こんばんは。なんかコメントたくさん書いてそれで読んでいてくださりありがとうございます。いいのよ。そう、なんというか、リア充様が開けてる動画見ています。あれですね、あの美容師のメイク動画のリア充の方、リア充、うん、リア充は超一流 YouTuber なんで多分すぐ見つかると思います。そう、ね、最初の出立ちがめっちゃ面白かったです。相談もコメント書きます。悩みなど相談していいんですね。そして最後までご丁寧にコメントについていろいろ話をしてくださりありがとうございます。これからも頑張ってください。東部の県から応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。群馬かな、言うほど遠くなくないですね。遠いな。ちょっと遠いけど、はい、続きましてアニラボ東部52、おい、皆さんこんばんは。こんばんは。最近体重を測ったら 63.9kg とかなり激痩せしたチャンネル登録者246人のものです。元知らねえし身長も知らねえね、うん、身長次第ですね。身長次第70kg ガリガリ痩せたね。ガリガリ、そいつは 120kg って言う。今プレイしているゲームは戦国無双 4-2 です。はいはい。うん、アニアボさんのメンバーで歴史好きな人はいますか。青森は比較的涼しいですよ。来月はスーパーロボット対戦ムーンデュエラーズをプレイしていきます。楽しみだぜ。100歩。歴史好きな人いますか。歴史ね、歴史もね、ピンポイントで好きですよね。そんな詳しいっていう人はいないけれど、そう、歴史オタマで武将逆漫画日和に出てくる人なら好き。ね、元ネタが偏ってるんだよね、みんな。それ歴史と言っていいのかな。偉人、偉人はね、偉人だね、ハリスとか、うん、ハリスとかね、なんかピンポイントでね、ね、三国無双とか僕も好きでしたし、まあまあやったことあるぐらいかな。そうね、対抗法なんだっけ、わ、好きじゃねえじゃねえかよそんなやつ。覚えろ、あ、あれだろう、ね、はい、な、七様、ねね様だっけ、ねね様、好きじゃねえよ、ねね様だよって。はい、スパロボも僕も楽しみにしています、うん、やらないと思いますけど多分。はい、続きましてアニアンコトーク52、はい、始まり方がツボでした。よかった、変なポーズとね、松井兄さんセクシーです。夏メディアンかわいい。やった、ヤマピーの半分しか映ってないところがすごいちょっと怖かった、はい、ごめんなさい。地味に松井兄さんにかぶっているヤマピーが残念でしょうがない。わざとです。かぶせてます。アニラボでは今いじめが起きてます。違う、あれ松井さんかぶってきた、いじめダメ絶対。松井さんかぶってきた、叫びをあげてます。はい、で、その同じ人が続けるとコメントくれてます。今回のアニラボトークめっちゃ面白かったです。今までずっと聞いてきましたが、こんなに爆笑する神回は初めてかもしれません。ストレスで使い切ってたのでこの動画を見て元気になりそうです。ありがとうございました。ありがとう。そんな笑うとこあったかね。そんなに、うん、もうぜっくり笑えるんだから、テンションが上がったのかもしれませんね。うん、あ、本当に疲れてたんだろうね。みんなそうかも。こっちも疲れてるし、そっちも疲れてるし、何見ても笑ってくれいただける。そうそうそう、全員通常ではない状態、ね、プラスの状態だね。そうなんだ。続きまして今週の注目アニメ、はい、また下アングルですね、でしたね。
この撮影手法のランダム性を楽しみにしている今日この頃です、うん、じゃあ今日はスタンダードな感じでした。場所がランダムだから、ね、はい、一番くじおそ松さん、僕らと結婚引いてきました。どうでした？一松の結末クッションがラスト一つだったのでラスト前衝動買いしちゃいました。あ、そうなんですか。よかったですね。弟松愛が暴走しまくっております。今度やるオールフリーとのコラボも弟松をフルコンプしておりますと。あ、そうなんですか。そうか、オールフリーとコラボしてましたね。そういう、ね、中始末がね、うんうんうん、素振りするぞみたいな動画が出てましたね。なるほど。続きまして、今週の中国アニメ、同じ人ですね。はい。爆音のロードバイクディスリ界で出てきたピナレルのフレームを見た瞬間に、鳴子くんを彷彿としてしまったのは私だけでしょうかと。まあ、ピナレルだからね。なるほどね。みんな思い出すよ。続きまして、アニアップトーク52。はい。皆さんの初めのポージングがバランス良くてまた新鮮感じました。やったー。ありがとうございます。その言葉を待っていました。やんなくていいよ。やんなくていいよ。続きまして、アニアップトーク52。うん、呼び捨ての件ですけども、あ、僕は山田エリカを呼び捨てにした件ですね。なぜかね、山田エリカ今も言ってるし、ね、すごく嬉しかったです。いいんだ。マジか。むしろ家族以外に名前を呼ばれることないほとんどなかったのでキュンとしました。マジか。よかったね。エリカ下の名前であんま呼ばれないタイプの人っているよね。まあ、ね、それはね、うん、はい、うん、呼ばれたから呼ばれないね。確かに普通と変です。の、うん、バキュンってバラエティとかでよく見るやつですよね。まあね、松井くんのレギュラー、記憶にない松井くんのレギュラー番組でしょ。 JK フライデーナイトバキューン、ちゃんと言ってくれたことですが、ショールームで毎週金曜日夜7時半からすごい宣伝してくる。すごい宣伝してくる。そうす、毎週月曜日に公開してます ね正式版は。松井くん映んないんだっけ。映んない。声はね、 声だけの出演でやってるんで、よかったら全然カメラコメントください。向いてくんないんでしょ、松井くんの。でもこっちにコメントだけ来てどうやってしていいですね。流してるんですね、松井兄さんってね。全然かけられる、超やってやりたい。はい、それから初めで山下さんが松井さんにかぶっていて、一瞬今度は松井さんが天の声タイムかと思っていました、うん、それに誰も気づいていないというこんなプチハプニングも良いですねと。悪ふざけで助けてください。あ、嫌がらせだったの。違うと思います。います。あ、もうこれはもう、はい、ここまで一連のコメントは山田エリカさんからいただきました。ありがとうございます。エリカちゃん、山田エリカ、エリカじゃねえ、エリカ。なんで田舎のお母さんか。エリカ、エリテッペか。お父さんとお母さんは元気だぞ。なんでビデオレター。続きましてアニアムトークボリューム52から、はい、美しいアニアゴメンバー様のポーズありがとうございます。あれ小林さんだけね、やっぱノリ悪いのよ ね急に始まってびっくりしたよね。耐えられなかった小林さん、可愛いです。あ、やっぱ耐えらんねえ。そのシャツも可愛いです。ほら、配置の問題は仕方ないと分かっておりますが、ちょっと山下さん、松井さんを思いっきり隠してしまうなんて、のんいくら髪の毛が綺麗だからなんて。あれはない。それはね、あの近くでちゃんと見るとちゃんとバサバサだから、ね、傷んでます。傷んでます。かなめさんのコスプレをして松井さんのメスター写真のそばで撮影みたいしてみたいと思ってしまうくらいお似合いになりそうです。あら、あら、あら、うん、メスター行く末を知るのに。そうね、まあ、メスターの写真こうやって持ってきましょうかね。そうやってこうやって歌ってくれよ、歌ってくれよ、頼むよ。いや、もう歌ってやれよ、そんだけ言ってなんで歌わねえんですか。歌ってくれよ、絶対に歌わない。一度だけの恋ならしか歌わない。うち歌ってくれ、握手は歌わない。俺だけのやつ歌ってくれよ。じゃあルンタ歌いましょうか。そうじゃねえよ。歌ってやれよ。歌えよ。そう、今回カナメさんがさ、うん、みんな歌えてわーなってる時にカナメさんだけぼっちだったのがちょっとかわいそうでした。あー、そうだね。はい、ちょっとそれは意外とみくもさん助けるんだね。そうあとあれですね、カナメさんだけ年上なのに一人で腹出し衣装させられてて、まああの二人組も腹出しだけど、うん、かわいそうだなと思いました。いいじゃん、出せるんだから。そうよ、まあ、頑張ってんだ。出すでも日々の努力の賜物だよ。あの人さ、あのなんかリーダーもやらされててさ、あのブリーフィングもやらされててさ、うん、激務だな。ちょっとね、責任が重すぎるね。うん、他でも頼れるやつも ね、いつかやめてやるってなるよね。今度モーニング娘みたいな。上がちゃんと坂本しすぎなかったら大丈夫だった。そう、そこはそれでね、体調に振り回されてる。坂本が輪を乱してるから、ね、冷静に考えたらさ、だってさ、あの体調のさ、なんか下働きもやってさ、師匠みたいな感じでもやってさ、それでさ、ワルキューエのレッスンもさ、監督してさ、うん、全部スケジュール調整してさ、全部一人でやってるんでしょ。その人の1日スピンオフを見てみたいですね。そうだね、そうだね。マネージャーつけてあげてえな。いねえんだろうな、あれな。ないない、もう軍だからさ、バイトリーダーだから全部自分でやってんだよ。大変そうだ、はい。夏さんはずっとソファーの上でも可愛いと思いました。やった。女の子キャラのコスプレも久しぶりに見たいです。女の子です。男です。姿勢もずっと可愛くして、女の子ね、不良みたいな立ち方になるから、一番態度悪いから、ね、態度悪いわ。
夏様は前髪あるキャラクターもお似合いです。夜中に見て冒頭から笑ってしまい、明日の朝も、明日もそれで明日も元気です。笑われてるじゃないですか、お似合いですよ。パワーの源であり癒しの動画です。皆さんそれぞれコーナーがあるということで、各コーナーコンプリートしたいですが、アンチコーナーだけは参加いたしません。ありがとう、大好きです。ありがとうございます。いやでもあれですよ、可愛すぎて考えすぎちゃうじゃねえかよとか、そういう感じですよね。あ、かわいい、かわいいね。最高に可愛いアンチもいるからね。いたんですね。チャンネル登録しましょう。最終的に最終的にね、両思いになって終わるっていう。はい、続きまして、はいはい、アニヤモトークにしたコメントです、はい、を更新されているといそいそと見ていたら、夏木姉さんの最高運に電車の中で吹き出してしまいました。ちなみに私が控えめじゃないトーンで最高を言うと、拝みながらむせびなびいて、むせび泣いて言うというホラー仕様になります。なるほど。そして最高以外でこの噛み締めている気持ちを伝えようとすると、長文ポエムができます。アミヤボトークボリューム51で、夏木姉さんが和樹先輩だったので、今週の更新がシンくんでとてもびっくりしました、うんうん、視聴者への嬉しいサプライズ。夏木姉さんが3人に分身したら、山下さんも3人に分身してもらって、でも山下さんが分身したら、その分山下さんにももう闇いく動画を上げてほしくなるから、そうなると編集する山下さんを含めて山下さんは9人必要になります。10倍も100倍も増えるんだね。結局何倍そのヤジ嫌い、その女嫌い、いじるな、応援を嫌い、応援を嫌い、山下さんが15人必要になりますねと、無限ループです。結局今回も長文になってしまいました。いつも山下さん読んでくださってありがとうございます。いえいえ、僕も靴をちゃんと作るようになりたいです。ありがとうございます。はい、続きまして、シティグッズさんね、しんくんです、うん、はい、説明がいつも以上に優しい、うん、この動画を見ていると夏木姉さん寄りになるので、メイク道具がほとんど一緒になりつつあります。これからも応援させてくださいね。あばらの骨取りに行くぜ。怖えんだよな。チルドレンになると引き換えがよ。誰もね、最近の子はね、スパイアル分かんないかもしれないんすよ。わかんないと思う。あばら抜かれるね。いつかね、スパイロルやってほしい。やってくれるよ、多分。あ、そのアニメに何かを、うん、いや、じゃなくて、かわいさんに起こすあ、そういうこと、スパイロルの展開もやってほしいんですけど、うん、展開してくんないとできないからさ。あ、話題がなんかないとね。そうか、だからもう個人的にやってもらうしか、いくらか払っていくらか払ってもの全部やってもらっていいですか。これでやってもらっていいですか。じゃあ事務所ギャランティー出しますんでっつって、事務所宛てに衣装送るしかねえか。そう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 、裏で山下よりひずみくんだったらあるから、ひずみくんとひよのだったらあるから。なるほどね。続きまして、おい、懐かしのりんちゃん、うん、はい、このカラコンはどこで購入されたんですか。私のイメージする千本桜りんちゃんにぴったりなカラコンなので。なるほど、覚えてますか。多分ね、 14.8 のやつだと思うな。どこで買ったのかで言うと、うん、まだ売ってんのかな、なんかツッチーみたいなやつ、ツッチー、ツッチーみたいなやつだみたいな、ツッチー、この動画撮ったの結構前なんで、うん、ちょっとまたカラコン事情あの時からだいぶ変わったじゃないですか、うん、ワンデーでも増えたりとかいろいろして、うん、だからね、とりあえず 14.8 です、うん、サイズが、うん、でかいやつ。申し訳ないんですけど、ちょっと明言はできないですね。今同じのがあるかどうかもわからないですね。また変わってるかもしれないですし、まあ、この動画見てくれてると嬉しいですね、はい、続きまして、はい、ブンスト、おい、ダサイさんもやってほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。保留ボックスですね。保留ボックスの中段より下らへんに入れておきます。それどこなんだ、もうそれは。続きまして、及川さん、配給の配給のキャラの名前わかんねえ、松川くんと、もう読めるように読んじゃえ、うん、なんだろう、ニロ、ニロそれはスノートとかな、二口なのかな、二口だな、二口くんね、ケンジくんもお願いします。そんな方だと思って、外人のハーフだと思ったんですよ。ニロニロニロケンジくん、ニロ足速そう、足速そう、名前と名前がめっちゃニロケン、足速そう、ニロケンジ10秒ちょいで走る、ニロケンさんのニロケン、ニロケン来てる、そうですけど、どうですか、ニロケンさんだ、誰なんだよ、ニロケン、リクエストいただいてましたから、めっちゃ背高そう。まあね、配給もそのうちなんか続きはやりたいですね。そうですね、シリーズ、ね、決まってるからね、牛若ちゃん、はい、うん、続きまして、ふつおた編についたコメントです。ほいな、質問です。はい、BTU の皆さんは夏コミには行かれますか。行くとしては何日目に行かれますか。夏コミ参加しようと思うので、その際にお会いできたらなんて思っています。いつもコスプレメイク参考にさせていただいております。なかなか失礼しました。いつも動画楽しみにしています。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。夏コミの予定という話ですね。どうでしょう。もちろん個人的に行く人もいるわけですよ。4人で行くかっていうのはまだ決めてはないですね。全く話してないですね、そこに関しては。1日目なのかな。
何級2日目は、2日目はバイト先の人とコスプレしようって言ってて、来るから多分コミケ行くんですよ、2日目、はい、うん、1日目は買い物したいんですよ、うん、3日目か、3日目日曜日でしょ、だいたい、うん、今週違ったっけ、あ、日曜日だと、まあ、だいたい、だいたい金曜、日か月だね、あ、そうか、まあ決まったら、決まったら報告します、そうですね、今決め、とりあえず私は1日中2日目はいます、ヤマピーも多分どれかに個人的に行く日もあったりはするよ、ね、僕はね、今回ね、3着用意してるから3日とも行く可能性が高いような気がしますね、まあ、よかったらツイッターだとフォローしていただければそちらでまた情報を発信していきたいと思いますのでね、はい、まあとりあえずそうですね、続報はちょっとまだ決まってないんで、まだ未定ということで、うん、そんな感じで良いですか、いいですよ、ごめんなさいね、誰に許可出すのか分かんないんで返事しておきましたけど、はい、いいよいいよ、はい、じゃあ行きましょうか、お、続きましてははい、ふつおたのコーナーでございます、イエーイ、アンチは、アンチはないの、アンチの方、今回はね、アンチなかったんですけど、あとあのね、それに言うとね、あの、まあこの話は後にしましょう、ちょっと、はい、またとりあえず、ふつおたのコーナー行きましょうか、なんだなんだ、不穏だぞ、個人的なアンチが来るの、個人的なアンチ、俺らをディスる、ヤマピーからの、はい、はい、では、ふつおたのコーナーでございます、